第二次世界大戦バルカン戦線、ユーゴスラビア進行ユーゴスラビア進行は、第二次世界大戦中の1941年4月6日から、同年4月17日にかけて、ドイツ軍は、フランス進行に次いで、電撃戦を成功させ、わずか10日余りで、ユーゴスラビア全土を制圧した。欧米では4月戦争とも称される。1940年10月、 ベニート・ムッソリーに率いるイタリアは中立国であったギリシャに侵攻するも激しい抵抗にアイ・アルバニアまで押し戻されていた。アドルフ・ヒトラーは揺らぎつつある数軸国の威信を回復させるためだけでなく、ドイツが自国の石油消費の大部分を依存するルーマニアの油田地帯へのイギリス軍の戦略爆撃が可能となるのを防ぐために同盟国であるイタリアへ援軍を送ることの 必要性に気づいていた。ヒトラーは、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアに次いで、ユーゴスラビアに対し、日独一三国軍事同盟へ参加するよう圧力をかけていた。ユーゴスラビアの摂政パブレカラジョルジェビチは、1941年3月25日に、この圧力に屈した。しかしながら、このことは、半数軸であるセルビアの民衆と軍部の間に、 非常に強い不満を抱かせた。3月27日に半数軸のセルビア人の陸軍士官たちによって、クーデターが引き起こされ、殺傷、パブレは失脚し、国王ペータル二世による申請となった。この予期せぬ出来事はヒトラーを激怒させ、彼はユーゴスラビアを罰することを決意した。新たなユーゴスラビアの指導者たちによって、我々は、 結局、数軸を誇示するだろうという声明が出されたが、彼の怒りを沈めることはなかった。4月6日、数軸軍はあらゆる方面から進攻を開始し、ドイツ空軍はベオグラードへの爆撃を行った。数軸軍の勝利は迅速であり、ユーゴスラビアが4月17日に降伏するまでに、要した日数はわずか11日であった。国境のすべてを防御しようとするユーゴスラビア陸軍の 主張は、この事態には、何の役にも立たなかった。ユーゴスラビアは、ドイツ、ハンガリー、イタリア、ブルガリアによって分割され、セルビアの大部分はドイツによって占領された。ムッソリーには、クロアチアのファシスト組織、ウスタシャの指導者アンテパベリッチを支持し、クロアチア独立国の成立が宣言された。 アメリカのプロパガンダ映画ホワイ・ウィー・ファイトで描かれたユーゴスラビア進行図第一次世界大戦の後に形成されたユーゴスラビア王国軍はその当時の武器や機材が依然として配備されていた大砲は老朽化し馬によって運ばれた対戦車、対空用兵器は著しく不足しており自動火器は十分な数が不評に対して供給されなかった自動車化された部隊はなく 二個戦車大隊があるだけで110両のルノー FT-17 系戦車のような旧式化した戦車を保有していた。ユーゴスラビア空軍は国産やドイツ製、イタリア製、フランス製、イギリス製の航空機を合わせて416機保有しており、新型のものはその約半数であった。完全に動員されたならば、ユーゴスラビア陸軍は不評28個師団。 騎兵3個、師団32個独立連隊を保有していた。しかしながら、ドイツ軍の進行が開始された時点では未だ編成途中であり、予定された守備位置に配置されていたのはわず動員が完了しなかったため、部隊の補充率はおよそ70%から90%であった。ドイツ軍の侵入が開始された時点で、ユーゴスラビア陸軍の戦力は、 約120万人であった。ユーゴスラビア陸軍は3つの軍集団と沿岸守備隊で組織化された。第3軍集団は第3軍と第5軍からなり、アルバニア国境の防御を担当した。第2軍集団は第1軍、第2軍、第6軍からなり、鉄門からドラーバ川にかけての地域の防御を担当した。主にクロアチア人によって組織された第1軍集団は、 第4軍と第7軍からなり、クロアチアに配置された。不十分な装備や、不完全な動員といった問題を超えて、ユーゴスラビア陸軍をひどく悩ませていたのは、国内の政治における、セルビア人とクロアチア人の分裂であった。最も悪い表現で言えば、ユーゴスラビアの防衛は、1941年の4月10日に、クロアチア人の第4軍と第7軍が反乱を起こし、 同日新しく成立した、クロアチア人の政府が、ドイツ軍のザグレブ進駐を歓迎した時点ですっかり妥協してしまっていた。ドイツ第四空軍は7つのカンプグループペを伴って、バルカン戦線へと送られた。ユーゴスラビアの朝鮮的行為に激怒したヒトラーは、懲罰作戦の実行を命令した。4月6日の午前7時、ドイツ空軍は首都へ。 集中爆撃を行うことによって、ユーゴスラビアに対する先端を開いた。オーストリアとルーマニアの飛行場から交代で、手厚い戦闘機の護衛の下で300機の航空機が飛び立ち、爆撃を開始した。爆撃機の1、4がユンカース1 87スツーカであった。主にド17とユンカース1 88からなる中型、爆撃機が都市を爆撃している間、 急降下爆撃機はユーゴスラビアの対空兵器を沈黙させることになっていた。最初の吸収は15分間隔で3波に分かれて行われ、それぞれおよそ20分間爆撃を行った。このようにして都市はほぼ1時間半爆弾の雨を受け続けることとなった。ドイツ軍の爆撃機は主な爆撃目標を主要な政府の建物が存在する都市中心部へと向けた。 空爆で破壊されたベオグラード。爆撃が終了した時点で約1000人の市民が瓦礫の下で犠牲となった。爆量の大部分は何とか郊外に逃れることができたものの、この打撃はユーゴスラビアの最高司令部と戦場の部隊との一思疎通のあらゆる手段を実質的に破壊していた。このように敵の中枢部に致命的打撃を与えたことでドイツ空軍はその全力を ユーゴスラビアの飛行場や連絡路、部隊の集中箇所といった軍事目標破壊に、そしてドイツ軍の地上部隊の近接支援に投入することができた。貧弱なユーゴスラビア空軍と不十分な対空装備はいとも簡単に排除され、ドイツ軍の急降下爆撃機は屋根の高さにまで降下してくるようになった。数軸軍によるユーゴスラビア侵攻が始まった時、 ユーゴスラビア空軍は1940年の秋にドイツから購入した60機のド17系を保有していた。この機種を装備していた唯一の航空部隊は2つの爆撃機部隊からなる第3爆撃機連隊であった。第63爆撃機部隊はスコピエ近郊の飛行場に、第64爆撃機部隊はプリシュティナ近郊の飛行場にそれぞれ配備されていた。戦闘中、 クラリエボーの航空機生産工場は、なんとかもう3機のド17系を生産することができた。2機は4月10日に、もう1機は4月12日に、ユーゴスラビア空軍に届けられた。ドイツ空軍は、最初の攻撃において26機のド17系を破壊した。最終的なユーゴスラビア空軍のド17系損失は49機に上り、4機が空中戦において、 45機が地上で破壊された。4月14日から4月15日にかけて、残存するド17系のうち7機が肉質地の飛行場へと飛び、国王ペータル2世とユーゴスラビア政府の要人たちを乗せて彼らをギリシャへと避難させた。この作戦には、ユーゴスラビアが保有する成果のギリシャへの空輸という任務も含まれていた。この任務を終えた後、5機のド17系が、 ギリシャの空港でイタリア空軍の攻撃に遭い、破壊された。2機だけが破壊を免れ、後にエジプトへ脱出し、イギリス空軍に加わった。4月15日の午後4時、ドイツ第4空軍の最高司令官、アレクサンダー・レア上級大将は、ヘルマン・ゲーリングからユーゴスラビアへの航空攻撃を縮小させ、急降下爆撃機の主戦力を ギリシャ戦線の支援へと向けるよう命令を受けた。ドイツ空軍の爆撃機土173つの別々の地上軍が異なる方面からベオグラードへ進出した。詳細は以下の通りである。第1装甲集団、編集4月8日の朝早く、第1装甲集団はソフィア北西の集結地点から進軍を開始した。ピロト近郊の国境を通過した第軍団は、 第11装甲士団が先導し、第5走行士団、第294不評士団、第4山岳士団が後に続いて、北西の2種の方面に向かって進軍した。悪天候、多数の路上障害物、ユーゴスラビア第5軍の激しい抵抗にもかかわらず、強力な砲兵隊と空軍の効果的な援護を受けた、第11走行士団は速やかに前進し、 敵の防衛線をわずか1日で突破した。ユーゴスラビア陸軍の司令官は、自軍にモラバの背後へと撤退するよう命じるほど、この最初の戦闘におけるドイツ軍の成功に強い衝撃を受けた。この撤退は4月9日という早い時期にドイツ軍の戦車が西へと突き進み、すぐにベオグラードへ向けて進撃を続けたため、時期を逸する形になってしまった。西北西からは、 ドイツ軍にとって地形はより好ましいものとなった。モラバダニを機構部隊が重滞で首都ベオグラードまで続けて進軍することができたのである。パラチンの南とクラグイエバツの南西でユーゴスラビア第5軍はドイツ軍の進撃を止めようと心を見るが、いくつかの激しい戦闘の後に総崩れとなり、ユーゴスラビア軍は5千人以上の捕虜をこのわずかな期間に出す結果となった。一方で、 第5装甲士団は、ピロト近郊の状態の悪い道路の影響で一時的に遅れを取った。再び進軍を開始した後、士団は西種の南方へと転進し、デスコバッツ周辺の敵軍を殲滅するようにとの命令を受けた。西種方面の前線でユーゴスラビア軍が崩壊寸前であることが明らかになると、第5装甲士団は第12軍の直属に戻され、 ギリシャ戦線のために第40装甲軍団へ加わった。4月10日、第14装甲軍団は、モラバダにを通って順調に前進しており、首都へと退却する敵軍の部隊を近距離で追跡していた。翌日、ドイツ軍の戦方は突然、退却中のユーゴスラビア第6軍の南の側面部隊に攻勢をかけ、4月12日の早い時間帯のうちに、これを壊滅させた。 その日の夜までに第1走行集団はベオグラードから40マイル以内の位置にまで進出した。彼らが遭遇した2つのユーゴスラビア軍の部隊はもはやドイツ軍の進撃を遅らせるいかなる手段をも持っておらず、ドイツ軍がユーゴスラビア領に侵入した地点から現在地に至る125マイルにも及ぶ連絡線を遮断する手段もまた一つとして持っていなかった。第41走行軍団。 編集南東からの第14装甲軍団の攻撃と同時刻になるように調整されて、第41軍団はバナットの南東部分に構成をかけ、そしてベオグラードへ飛ぶ隊を先導していった。この攻撃は自動車か不評連隊グロースドイッチュラントが先頭に立ち、そのすぐ後を第 2SS 自動車か不評師団が続いた。ブルシャツの北の国境を通過した後、 先発の部隊は4月11日にパンチェボへと到着した。一方、ベオグラードの北方約45マイル以内のところまで。これは敵軍が首都ベオグラードまで速やかに撤退していったためであった。第46装甲軍団、編集ドイツ空軍が4月6日に攻撃を開始した時、ドイツ第2軍はちょうどユーゴスラビア北方の国境で戦力を 集結させている最中であり、予定されていた作戦の開始は4月10日へと遅らされた。彼らの作戦開始時期の遅れを取り戻すための努力の一つとして、いくつかの第二軍の部隊は、国境沿いに目的を限定した攻撃を開始することによって、作戦開始までの一時的な時間を利用した。部隊の指揮官は彼らの部隊が大きな戦闘を早まって起こさないために、 制御せねばならならかったそしてそのことはその後の軍隊の行動の自由を損なわせ、作戦の指揮を危うくさせたかもしれなかった。陸軍総司令部は第46総甲軍団が受け持つ地域の主要な橋を無傷のまま確保することを決意していた。従って、すでに4月1日という早い時期には部隊は、 ベアーズの橋とコプリブニツァの10マイル北方にある鉄道橋を確保し占領するようにとの命令を受けていた。4月6日の夕方頃までには敵軍の抵抗の不足と全体の状況はユーゴスラビアが国境沿いにおいて断固とした姿勢を取らないであろうということを示しており、第46装甲軍団はムルスコスレディシュチェ、デテニャ、ザーカーに バーチにおいて村側とドラーバ側の全域で共闘法を確保するようにとの命令を受けた。いくつかの局地的な攻撃の実行は敵軍の兵士たちの間で不和を生み出すのには十分なものであった。この地域の防衛を受け持っていたユーゴスラビア第四軍の部隊の兵士はクロアチア人の割合が高かった。クロアチア人の兵士はドラバの都市粒のいくつかの地点で反乱を起こし、 彼らがセルビア人4月10日の朝強力なドイツ軍がベアーズのドラバ橋を渡り以前に確立した共闘歩から抜け出した時退治するユーゴスラビア軍の崩壊はより深刻な段階へと向かっていた強力な航空支援に援護され第8走行師団とそれに続く第16自動車カフ評師団を主力とする第46走行軍団は首都ベオグラードを目指し 攻撃をドラバとサバ側の間にかけての南東部へ仕掛けた。第8装甲師団は、ほとんど抵抗らしい抵抗を受けないまま会長に、進撃し、悪天候や舗装が不十分な道路にもかかわらず、敵の孤立した軍団は速やかに相当され、師団は、教育を通って首都へと進撃を続けたが、道の状態は、さらに悪くなっていた。敵がますます苦境に陥り、 必死になっていたことは、ルシャン・シモビッチ大将が彼の率いる部隊に放送した次の演説からも伺い知ることができる。すべての兵士は、たとえどこで敵と遭遇しようとも、自らの裁量の上で、いかなる手段を用いても敵と交戦せねばならない。上からの直接の命令を待つのではなく、諸君が自らの判断、イニシアティブ、分別に導かれて行動しなければならない。 4月11日には第16自動車化不評師団がクロアチアのなしせを越えてさらに進んでいるとき第8装甲師団は教クに到着した。両師団に与えられた任務は第14装甲軍団と対峙しているユーゴスラビア軍の側面をつきまた早期に第1装甲集団との連絡を確立することであったが多数の破壊された橋と状態の悪い道路は 両方の師団の進撃速度を遅らせた。4月12日の午前2時30分、サバ川に架か,かる2つの極めて重要な橋が無傷で確保された後、第8装甲師団はミトレビーツへに突入した。師団は攻撃を続け、ベオグラードから約20マイル南のラザレバツへと進撃した。そこは第1装甲集団との連絡地点として指定された場所であった。 4月12日の午後に第46装甲軍団は新たな命令を受けた。この命令によると第8装甲師団だけがベオグラードの西の郊外に近いサバ川の安全を確保するために東方への攻撃を続けることになっていた。18時30分に師団の主力は南東へと向かい、ベオグラード南西の第1装甲集団の左側面部と連絡を確立するため、 バリエボ方面へ進出した。同時に、第8走行師団に遅れを取っていた第16自動車化師団は南へと向きを変え、サバ川を渡ってズボルニクへ進出した。このように、両師団は、後のサラエボへの攻撃に参加するため、元々の目的であったベオグラードからは、転進させられた。一方で、第2軍と陸軍総司令部は、 ベオグラード陥落のニュースを心待ちにしていた。三つの集中している飛行部隊のうち、第ズリー装甲軍団が首都に最も近いと最終的に報じられており、首都から約10マイルのドナウガート岸のパンチェボに到着していた。ベオグラードの南での抵抗は、第一装甲集団の先方である第十一装甲師団が首都の近郊に進出してきたため、強固になっていた。 破壊されたユーゴスラビア軍のルノー FT-17、軽戦車3つの別々の軍団が、同時にベオグラードに集まってきていたため、陸軍総司令部は、どの部隊が最初に、敵国の首都に到達するかをすぐに決定することは、できなかった4月12日の夕方にかけて、第二自動車化不評師団のフリッツ・クリンゲンベルク、SS 中尉は、ドナウ川の橋がすべて破壊されているのを発見し、 だほした、ゴムボートで SS による川の紹介を行った。クリンゲンベルク率いる武装 SS 隊員11名は、ドナウ川を渡って、ベオグラードに入り、17時には、ドイツの公使館の上に、針十字記を掲げた。クリンゲンベルクは、ユーゴスラビア当局に抑留されていたドイツ外務省の代表を解放し、約2時間後、ベオグラード市長から正式に降伏を取り付けた。 第2軍の司令部では、第8装甲師団からは24時間何の報告も受けずにいた。先立って、第8装甲師団は、ベオグラードの西の郊外に近づいているという報告がなされていた。ついに4月13日の午前11時52分以下のラジオメッセージが、師団の作戦将校から届けられた。夜の間に、第8装甲師団は、ベオグラードに突入し、 都市の中心部を占領して、針十字機を掲げるに至った。しかしながら、より良好な通信が、第二軍と第一走行集団の間に存在した、ため、以下の速報が、第八走行師団のメッセージが入るよりも、若干早く届けられた。クライストの走行軍団は、南からベオグラードへ侵入した。自動車か不評連隊、グロースドイッチュラントの武装新兵隊は、 北から都市へ入った。クライスト大将を先頭に、第11総行士団は午前6時32分に、首都へ入っていた。このように、ベオグラードをめぐる競争は、3つの群集団がほとんど、同時期に目標に到達するという、際どい結果に終わった。首都の陥落により、残存ユーゴスラビア軍の追跡と、最終的な破壊という次なる段階の作戦のために、 第46装甲軍団が装甲集団の直接の指揮下に置かれる間、第1装甲集団は第12軍から第2軍へと移された。ドイツ軍のユーゴスラビア侵攻によって受けた被害は予想外に軽いものであった。12日間の戦闘によって生じた損害は、計558人で、戦死151人、戦傷392人、行方不明15人であった。例えば、 第41装甲軍団によるベオグラード突入による死者は民間人のスナイパーの弾丸によって死んだ一名のみであった。ユーゴスラビア軍の死者は数千人を数え、ドイツ軍は25万4千人から34万5千人ものユーゴスラビア人捕虜を得た。イタリア軍は3万人の捕虜を得た。政府を失ったユーゴスラビア各地は数軸国に分割占領された。また、 一部の地域には、傀儡政府が建設され、数軸国の間接統治下に置かれた。一方で、国王をはじめとするユーゴスラビア王国政府は、国外に逃亡し、ユーゴスラビア王国亡命政府を組織し、チェトニックに指令を出すなどして、王国回復のための戦いを続けた。また、占領に抵抗するパルチザンが全土で放棄し、占領軍に対して攻撃を加えた。 1943年にはパルチザンの主導によるユーゴスラビア民主連邦が成立し、1945年の通軸国敗北の後には正式なユーゴスラビア国家となった。ユーゴスラビア侵攻によってバルバロッサ作戦開始日が当初の5月15日の予定から1ヶ月以上延期されたことは、同年は冬将軍の到来が例年になく早かったことと合わせ戦況の奇数に、 大きな影響があったと思われる。ありがとうございます。